はい、永井です。今日はお問い合わせによくある、外のガレージにも床塗装できますかというお問い合わせに答える動画を作りました。お客様からよくあるお問い合わせに、うちはガレージが外にあるんですが床塗装できますかというのがあります。外の場合はインナーガレージとは違う条件が備わってきますので少しだけ注意が必要なことは確かです。今日は外のガレージ床塗装に絞ってお話をさせていただきます。私は床塗装メーカーの出身です。現在は床塗装しかやらない床塗装専門の工事店を営んでおります。30数年間ずっと一つのことに集中してまいりましたのでお客様のお悩みをきっと解決できると思っています。実は床塗装は内部用なんですと言い切ってもいいくらいなんです。建物の内部で強度が求められたりすり減らないことが求められたり様々な条件をクリアするように設計された材料なんです。だから普通床塗装といえば室内のことを指します。でもある条件をクリアすれば外に使っても何ら問題がないのです。動画を最後までご覧いただければそのことについて理解が深まると思います。床塗装材は主に室内で使用するように設計されています。というかニーズ自体が室内が圧倒的に多いんです。もともと工場や倉庫、駐車場などの室内の施工が多いんです。工場や倉庫の床はコンクリートを打つわけなんですが、コンクリートのままだとオイルが染み込んで汚くなったり、倉庫であればコンクリートがすり減ることで埃がもうもうと立ってしまって、働く人の健康被害も招くし、一番問題になるのは倉庫に保管してある大事な商品が埃をかぶってしまうということなんですね。今言ったようなことを防止するために床塗装をするわけなんです。それは絶対必要なんです。他の手段としては塩ビシートを貼るとか P タイルを貼るとかの違った選択肢もあることはあるんですが、工場や倉庫のようにヘビーデューティーな使い方には持ちません。ヘビーデューティーっていうのは要するにフォークリフトが走ったり台車でゴロゴロ重い原料を運んだりといった使い方が、粗い現場にはさっき言った塩ビシートとか P タイルを貼っても綺麗ですけど強度不足になってすぐ剥がれたりするんですね。だから使えないということなんです。だから床塗装が絶対に必要なんです。ちなみに皆さんがお世話になっているお金、お札の印刷工場も床塗装が使われてますよ。何でもお札をする現場で床塗装をする際には出入りをすごくチェックされて厳重なボディチェックがあるそうです。これは聞いた話なので私自身は残念ながら行ったことはないんですが、まあ、切手を擦ったりね、切手の図案を考えたりする似たような工場には行っているんですが、お札はないんです。だから工場などの室内には床塗装が必要不可欠だったりします。でも室外であれば、外であれば駐車場や道路などもコンクリートやアスファルトで十分だし、室内と違って少々コンクリートからホコリが出るとか言ってもあんまり問題ないですよね。特に塗る必要はないかと思うんです。でも今日皆さんが知りたいのは家の外にあるご自宅のガレージに塗れるかどうかというご質問でした。それに対する答えはコンクリートであれば塗れますです。でも塗れるんですが無条件に塗っていいわけではないんです。無条件に塗れるわけではないんです。もともと床塗装材は紫外線対策をされた商品ではないんです。だから太陽光などの紫外線で劣化するんです。早い話が退色、色褪せですねとか変色するんです。ガレージによく使用されるエポキシ樹脂系の床塗装材などは特に黄変するんです。黄変といって、黄変とは例えばライトグレーで仕上げると少し黄色っぽく変わる、ベージュっぽくなるんですね。だからそのままでは施工不可なんです。気にされない方はそれでもいいかもしれないけどあんまり良くないですね、完全に外部の場合は。だから正確な答えは濡れるけれどそのままではお勧めできませんということなんです。じゃあどうしたらいいかということなんですけれども、変色に強い塗料があるので上から塗って保護してあげるという方法があるんです。この方法で解決可能なんです。この変色しない塗料は耐候性の良い塗料とか呼ばれたりします。代表的な塗料にアクリルウレタンという種類の材料があります。これは長い間変色しない塗料です。ではこのアクリルウレタンを単体で塗ったらどうかという疑問を投げかける方もいるかもしれませんが、それはダメです。個人的には良くないと思います。なぜかっていうと機械的強度にはあまり強くないからなんです。先ほど申し上げたエポキシ樹脂よりははるかに弱い、変色には強いけどもその機械的強度にはあまり強くないみたいなんですね。だから強い床塗料をまず施工して車のガレージとして耐久性のある床を一旦作るんです。そしてその後に変色防止の、アクリルウレタンという塗料を、トップコートとして、保護塗料としてコーティングしてやるわけですね。強度が強いものと紫外線に強いもののコラボなんです。ドッキングなんです。以前ハウスメーカーさんからのクレーム対応依頼で、剥がれかけたガレージの床塗装の手直しに行ったことがあるんです。この現場いきなりアクリルウレタンを塗っていました。先ほど申し上げたようにこの塗料を
単体ではあまり強度がないんです。だからこの使い方は良くないと私は思うんです。やはり床塗料も強度は強度で一旦出しておいて、紫外線防止の保護塗料を上からオンする、付け加える方法がいいんです。インナーガレージに使用する床塗装の仕上げを一旦施工して、その上に外部用の変色防止トップを塗るということですね。これでちょっとお分かりいただけたでしょうか。基本的にはインナーガレージと同じような仕様でいいと思うんですね。そこに、紫外線劣化防止の塗料を一層追加してやるということなんです。そうすることで外のガレージでもお使いいただけることになります。そんなわけで今日は家の外にあるガレージに床塗装できるかどうかについての疑問にお答えする動画を作りました。この動画が役立ったと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた。